最初に聞いた時は嘘って嘘出るのって感じだったんですけど、今は稽古始まってなんかこうじわ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 あやるんだなっていう感じになってます。今この時点で楽しんでるのはなんかやっぱ稽古場楽しいですね。すごいなんかやっぱ皆さんのなんかこう技のデパートメントストアみたいな感じになってるので、もうそれがなんか本当にいろんな人がいらっしゃるので、それを見てるのが本当に楽しいし、めっちゃプレッシャーです隅っこの方で笑いながらちっちゃくなってます稽古場で。村杉さんが本当に面白くて、村杉さんにものすごい期待してます。あ、サンボさん、サンボさん、サンボさんが、河野さんが、そうですね、なかなかの大活躍なのでちょっと楽しみです。一体何人みたいな立ち回りを、でしかもなんかこう強いみたいなことが書いてあるので、人間離れしたって書いてあったのかな、だったのでかなり頑張ってらっしゃってて、ちょっと見たことない河野さんがいますね稽古場にとにかくあんまりこうない企画だと思うので、で皆さん本当にすごいキャストの方がいっぱい集まっていて、すごい本とあの、まあ、演出家とで、なかなかあのちょっと見たことない面白い作品になるんじゃないかと、蓋開けてみないとどうなるか本当に私も想像がつかないんですけど、皆さんに楽しんでいただけるように、私も頑張りたいと思ってます。よろしくお願いします。ラスト